はい、どうもこんにちは、ナナユです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2020年度の三重大学の入試問題です。三重大学の入試問題っていうのは、前期と後期があって、両方とも大問3題で構成されていて、大問1が小問になってるんですね。で、その中の一つです。で、これは後期の問題ですね。まあ、前期も後期もあまりなんかレベルの差が感じられないような感じなんですけど、まあ小問の一つとして、まあ、落とせない問題になってるかなと思います。それではやっていきたいと思います。1+√3i×√3-i の n 乗、これが準虚数となる最小の自然数 n を求めようという問題ですね。準虚数になるってことは a+bi でその a が0の場合ですよね。つまりその、bi の形になってるものを準虚数っていうわけですけど、これさすがに展開を一つ一つやっていくっていうのは、まあ、方針としてはちょっとまずいですよね。小手調べで、まあ、1,2,3 ぐらいを計算してみるっていうのも、ちょっと的を得てない感じがします。なんでかっていうと、これ 1+√3i ということ、それから √3-i という形、それから n 乗をするという複素数の n 乗をするという意味ですね。まあ、この辺が分かっていれば、これはその小手調べをする必要がない2乗とか3乗で計算してみて準虚数になるかどうかっていうチェックがいらないんですよね。まあ、回答に書いてあるものを読んでね、そのままその暗記しても意味がないです。まあ、こういう問題に関しては、その何がそのまあその回答の中でポイントなのかっていうのが自分でその回答読んで分かんないといけないわけです。でまず N 乗ですよね。この N 乗がついてる複素数の問題っていうのは、まあまあ複素数の N 乗っていうのは、まあ、基本的にその絶対値が N 乗倍になって変革が N 倍になるわけです。だから回転するわけですね。まあ、回転と相似縮小の拡大の合成になってるわけです。まあ、それは理解してると思うんですけど、要するにその√3-i というものの n 乗を考えるときに、この √3-i というものの変革が、まあ、分かりやすい角度になってる、有名角になってることが多いんですね。つまりここがまあ例えば20度とか40度とかそういう変な角度になってるっていう場合は、まあ40度とかね、20度の場合は確かに何回かすれば360度になったり180度になったりするので、なくはないですけどね。でも基本的に変革が分かる、そういう、複素数になってることが多いわけです。で√3-i もこれも図に書けば変革がマイナス30度だっていうことが分かります。まあ、これね、別に行動法で書かなくたって別にマイナス30度って書いた方が分かりやすかったらそれでいいかなと思うんですけど、とにかく極形式で書いてみるってことですね。なら Z の、まあ、例えば N を、まあ、1+√3i かけるその √3-i の N 乗とこうやって置くと。でこれらを極形式で表すと2倍が出てきますよね。2倍のコサインのこっち60度ですよね。60度足す i サインの60度、それから、こっちも、n 乗の中ですね、√3-i の方を、まあ、極形式で表すとこれも2が出てきてコサインのマイナス30度足す i サインのマイナス30度とっていう風になりますよね。で、まあ、2の N 乗が出てくるから結局ここは先頭は2の N 足す1乗っていう形になって、変革の掛け算は足し算になるので、これどうなるかっていうとコサインの、60度マイナス、30度かける N っていう形になるわけです。足す、まあ、I サインの、60度マイナス30度かける N と。という形になるわけですね。で、これが準虚数になるための条件って何かっつったら、まあ、要するにそのコサインのところが、まあ、0になるということですよね。
準教数になるための条件っていうのはここの実部が0ってことですよね。実部が 0A たす BI のとの A が0ってことだから、ここがコサインが0っていうことは、結局90度たす180かける N っていう形ですね。こういう形になってるっていうことですよね。まあこれでそのイコール結んで、あ、まあ N、 これ同じ N だとちょっとまずいんで、K とかに しときましょうか。180かける K みたいな形になってるっていう場合ですよね。うん、で、例えばこれ、じゃあ N にいくつ入れたらいいんですかっていうと、 N の時に5を代入すると 60-150 で -90 になるんです。で -90 になる K の値は K イコール -1 ですよね。というわけで、N イコール5というのが分かるというわけですね。60度マイナス30度かける N が90度足す180度かける K と、これを満たす整数形が存在するっていうことですけど、まあこれ変形して N イコールマイナス 6K 足す1ってなるんですね。マイナス1か、こうなって、K イコールマイナス1の時に N イコール5っていうのが出てきます。これが答えですね。まあでもこの答えを見た時に、まあこれでな、まあ、納得して、この変革のところだけで納得してもらっても、まあより深い到達にはできないかなと思うんですね。というのはこれはそのここの計算というのはもう確かに記述では大切ですけども、頭の中での働きというのはどういうことかというと、この 1+√3i という元々の数に、√3-i をかけるという操作ですね。これを√3-i をかけるっていう操作は、-30°の回転が起こるわけです。同時に2倍もするわけですから、だから1回行ったらここに来るって、変革がここに来るっていうのが分かるわけです。で2回かけたらここに来るわけです。まあ変革がですよ。実際は2倍をするので遠いところに行きますけど、絶対値がね、遠いところに行きますけど、1回かけたらここ、2回かけたらここ、3回かけたらここに来るわけです。でこれ30度だから4回かけたらここに来て、5回かけたら、あ、居軸に来るなっていうのが分かるわけです。まあそういう捉え方で N イコール5ってすぐできるんですね、これね。うん、だからなんかそのこの文字列を追うだけでは、そのこの問題はしっかりと理解したことにはならないかなと思います。当然ね、書き方としては、ね、こういうふうに書く方がいいんでしょうけれども、まあ図より、N イコール5の時がもう最小っていうのも明らかですし、まあそういう形でその記述を済ましてもいいかなと思います。マイナス30度回転で60度からマイナス30度ずつこう引いてった時に、回転してった時に初めて居軸に到達するのは N イコール5の時っていうふうに答えればいいわけですからね。うん、まあそういう問題というわけです。まあこれね、小問なんで、時間かけられないですから、こういうふうに答えのみなだけなので、もう5ってすぐ答えられるようにした方がいいかなと思います。はい、というわけで2020年の三重大の入試問題でした。